どうも、サモライです。ついに49の試練までやってまいりました。よーし、ついにキリンさんです。で、ここでね、やっと武器、防具ともにね、少し変えてきたんで、ご紹介したいと思います。上からイベント武器ですね。ゆる熱機関式。で、あ、すいません、防具変わってないですね。防具は変わってないです。まあ、うん。唯一、跳躍が2になったぐらいかな。うん。はい。じゃあ、そんな感じで、詳しくは説明欄に載ってますので、そちらを参考にしてもらえればと思います。いざ行くぜ、任務。その雷鳴は、天罰か祝福か。よし。キリンさん、行こう。はい、着きました。よし。キリンはね、体験は難しい。本当にね、一応ここまで体験できてるんで、体験できましたけど、普段キリンやるときは自分ライトボウガンで来てますね。うん。そう、ライトボウガンのね、残裂弾を連発するっていうのが強すぎて、それからなかなか体験でやる気になれない。ですけど、お、いきなり調査レポートをゲットしました。やったね。この試練なんですけど、よいしょ。キリンね、攻撃しなければ気づかれることはないんですよ。なんで、ここで痕跡集めをして、なんですかね、クエストをどんどん取っちゃってもいいかもしれないんですけど、歴戦の古竜種、結構こいつの痕跡ずーっと集めてるといっぱい溜まるんでね、それもいいかもしれません。よし、体験で行く場合はね、やっぱなんか乗り攻撃が安定な気がしてね。とりあえず乗り攻撃をやってしまう。そして乗り攻撃成功しないけど、倒れた瞬間に頭にダメージを与えていく。よいしょ、これ決まれば大きいぞ。おし、いいね、全部決まった。よっしゃ、もう一発いきましょう。いいね、ノリからの、おお、やはり電撃は痛いな。こまめに回復をしていく。満足感あるといいよね。あー、やばい、悪い位置で食らってしまった。これまひったか。あー、やっべ、後ろ足キックも強いんすよ、キリンさん。基本はね、おう。おっと。まずいぞ、目の前で超やばいけど。ああ、だけどここで不屈がつけてきてなかった。つけてきてなかった不屈。よし、行きましょう。よし、今度こそは。ってことでね、今回新たに持ってきた鬼人役グレートと硬化役グレートですね。あ、やべえ、スタミナが。やばいね。ちゃんとこんがり肉食べてくよって感じだけど。まずいまずい。回復飲んで。あー、電気が怖い。よし。まあ、電気落ちる位置はね、結構。おー、これはまずい。地面見てればわかるんで、それをうまくね、避けていければと、おー、思うんですけど、なかなかね。そうは言ってもなかなか。やばい、超食らう。超食らってしまう。で、電気やらになってるんでね、それは打ち消しのみで直していきます。あのギャラエ状態だとピオリやすくなるんで注意が必要。近接はね、ピオルともう本当にすぐやられてしまうんで。よし。で、キリンの弱点は角です。そこを重点的にめがけてダメージを稼いでいきたいけど、危ないね、本当に。近づくだけでこの電撃の餌食になってしまうんでね。
本当考えて根気をしていかないといけない。怒ると早いからな、キリン。なかなか攻撃も与えられないんですよね。どこでもいいやと思ってお尻の方を攻撃しても白ゲージなんでダメージがあんまり取んないんですよ。なんで集中して頭を狙っていく。おおここだ、よし、いいね。一発当たり80だからね、大体それを積み重ねることによって倒れるはず。よし、今だ、よいしょ、いいね。やっぱ乗り攻撃だと強いな。よし、うまく決められない。いいね、おお、いいね。よし、これのため技も決めていきたい。どうだ、おお、いいね、全部食らった、素晴らしいな。だがなかなかノリが成功しない。よいしょ、やっぱ白いところでねダメージを与えようと思っても全然ダメージが入らない。やはりなかなか難しいな。あー、しかもそっちに逃げてしまった。あんまりあっちに行かないんですけど、キリンさん。そっか、砥石を研いでいこう。よし、この武器もね一応白ゲージついてるんですけど、匠をつけないと全然白ゲージ短いんで、そう、砥石のこまめな使用が大事になってきます。おーっと、下行ったね。持ってくるか、戻ってきて。あ、来た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 、よかった。でもこの狭いエリアでやるってなるとちょっと厳しいんだよね、なかなかと。どう、いいね、バット割るといいかもしれないですね。なかなかこの時点でスキルをつけるっていうのは難しいかもしれないけど、やっぱ基本50超えてからスキルとかいろいろね厳選しやすくなるんで、それまではもうあり合わせのものでやるしかないよね。よし、お、いいタイミングであんこさん回復を出してくれた。よし、あー、あの攻撃が一番食らいたくない。まずいね、あそこにいられると厄介だな。よし、お、うまく避けれた。よかったよかった、お、うまく避けれてる。別に読んでるわけじゃないんだけどね。よし、バット終わったら結構ダメージ稼げてたな、これ。おお、いいね、すごいダメージが通っている。どうだろう、これでそのソースロ壊せない、まだ無理か。よいしょ、いいね、結構ダメージ与えてますね。まだ体験はやりやすい方だね。うん、そうそうそう、近接武器の中ではまだやりやすい方です。でもやっぱね、ライトボウガンとかヘビーボウガンとかと比べちゃうとね、自分的にはちょっとそっちの方がやりやすくなっちゃうかな。お、逃げました、追っていく。
なんだかんだ結構ダメージ与えてるんでね、そろそろいい感じになってくれないかなって思ってるんだけどどうですかね。よし、乗り攻撃。お、いったこのタイミングでそれで乗りが取れるか、やったねもうなんかキリン乗ってるとかっこいいですよねこれでフィールドを移動できれば楽しいんだろうけどなかなか厳しいだろうな。最悪テレビでもいいけどよし、今度はうまく決まりました。どしこい。よし、で前段頭にダメージを加えていって V 破壊完了。おお、そしてよろけたね、いい感じ。よし、あとはもうキリンが弱ったらてっぺんまで行って休んでるんで、そこまで急いで向かっていきます。よし、この辺はねロープアクションをうまく使っていってもらえれば頂上まで簡単に行けるんでね。よし、先についてしまった砥石を研いで準備は万端です。本当だったら眠ったタイミングでねオーダル爆弾 G とかやってもらってもいいんですけど、まあ持ってきてないもうマルチプレイの時とかはね結構みんな置いてくれるんで、自分も置けるようにしておくといいかもしれないですね。おっとよし寝た。頭にタメさんを食らわしていく。よーし、いいねおお、いいね、これもいったらすごいいい。あー惜しい、若干届かなかったまあ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 、もうかなり稼げてんじゃないですかダメージ量どうだろうね。でここで体力の相違もあったんでそれを使用していく。逆になんで今まで使用しなかったんだ俺いやいやいや、使用してればよかったよ本当に。結構ね、あーまずいな、まずいねここでしびれてしまうのはまずいんじゃないか。どうだろう、大丈夫か。まだ、よし、オッケー、抜け出せた危ない危ない。おお、このライン電撃はねちゃんと地面を見てもらえれば避けられるんでね、うまく対処していきましょう。よし、でも怖いな本当にラインは読めてもねなかなか怖いよねダメージがやっぱり大きいからさ、そして1回当たると結構しびれてしまうんで怖いわキリンさんよし、どうでしょう、やっぱ足とか攻撃しても、60とかしかいかないもんね。ほら94。いやいや、めっちゃしびれるあー痛いね。結構ね前は麻痺体、あーやってしまった。よし、ここまで戻ってまいりました。いやーもうあと少しなんだよね、絶対あと少しだと思うんだけど寝てなかった寝てると思った俺びっくり、仁王立ちしてたよ。もうちょいってことかな、どうなんだろう。そういうことにして、オッケー、いったー、よかったー結構ギリギリ感ありましたけどね、バウンティーすごい達成した、やったぜよし、まあまあまあ時間はかかってしまいましたが、見事ね1回でクリアできましたんで、
良かったとしましょう。はい、ではかかった時間15分32秒。かかったね。そっかそっか。まあ体験でね、それで最初こんなもんでしょう。こっからね、どんどんスキルとか増えてって、タイムを縮めていけると思います。よし、じゃあこれで49の試練も突破することができましたんで、また次回よろしくお願いします。お疲れ様でした。